庄内方言、または庄内弁とは山形県庄内地方で話されている日本語の方言の一つ。講義には小国町の方言も含む東日本方言の北大方言に属し、アクセントは北大式アクセントである。鶴岡市を中心とした証券である鶴岡田川で話される南部方言と坂田市を中心とした証券である坂田雄座で話される。 北部方言との間に違いが見られる。庄内方言には、京言葉の流入と見られる語彙があることや、方言以外にも、系文化の影響が見られることから、庄内人の間では、北前船によってもたらされた、情報方言の直接的影響が大きいと、信じられている。一方、研究の進展により、三勤交代による、江戸方言と、 近代以降の山形県内陸方言の流入の影響の方が大きいとの見方もある。ただし、集権分布から外れるような前述の類の語彙の存在が他の北前江船の気候地と同様に実際に見られるのも事実である。荒列で代表より、省内北越方言圏文法要素は北大方言の中でも西日本方言の影響を強く受けており、 北越方言、百合方言とともに、百合省内、北越方言圏としてくくられる場合もある。鶴岡市大鳥集落では、周囲とは異なる方言が話されている。詳細は、大鳥方言、三面方言を参照。ありがとうございます。